本日は映画の取材の方よろしくお願いします。マネージャーの杉山です。今回の映画必ずヒットさせたいのでぜひよろしくお願いします。まもなく藤田来ると思いますんで。おはようございます、藤田さん。おはよう。こちらにどうぞ。本日ですね、映画の取材について映画の魅力たっぷりと伝えてください。わかりました。お願いします。そうですね、今回の映画はですね僕、藤田博のイメージをガラッと変える作品に出会えたんじゃないかなってそう思います。っていうのも、やっぱり皆さん僕、藤田博に対してそのヒーローのイメージが非常に強いと思うんですよ。ただ今回の役どころっていうのがね、18歳の女の子に恋をする中年男性の役でしてね、僕から恋愛なんて想像できないでしょ。いや実は大変だね。ああそうですか。わざわざありがとうございます。新人記者なんでどうも。あなた新人の方なんですね。フレッシュですね。そしていい声してますね。ありがとうございます。一つだけ聞いていいかな。もし間違ってたらごめんね。僕をいじってる。いじるって意味がちょっとわからないんですが。ああそうかそうか。その声は君の地のもの？そうですね。ああそうか。ちょっと君、彼はどこの記者の方かな。彼は新聞の方ですよ。ああそうか。ああごめんね。彼はね、僕のマネージャーでね、彼これ10年の付き合いになるんだけどもね、こんな喋り方してるのは初めてだ。確実に僕をいじってるよね。確実にいじってますね。君さっきいじるって意味がわからないって言わなかった。まあ。ああ電話鳴ってますよ、出てください。いえ今仕事中なんで。いや構いませんよ、どうぞ出てください。いやそれは失礼なんじゃないかと。失礼？それ以上に失礼なことをしてないかな。どうぞ。ああ切れちゃいましたね。でも取材の続きを。そうですね。ああまた鳴ってますよ。急ぎじゃないですか。編集長って出てますよ、出た方がいいんじゃないですか。いえ仕事中なんで。いやどうぞ出てください。こっちもね確かめたいことがある。確かめたいことって何ですかね。それはあなた自身が一番分かってるんじゃないですか。さあ お待たせしました。やっぱり地のものなのかな。今取材中でしたね。どうしたんだって言われてもですね、いつも通り喋ってますよ。おや怪しいぞ。ふざけてるってそんなわけないじゃないですか。クビにするって言われてもですね、ちょっと待ってください。もしもし、もしもし、お待たせしました。それ、君にとって何のメリットですか？すごい子だね。彼は確実にいじってますね。確実にいじってるのはお前だね。彼はまだ初対面だからギリわからないところにいるけど、お前は確定だね。なんせ10年の付き合いで昨日まで、いやさっきまでそんな喋り方してなかったからね。今日、お前の中で何が動いた？そのチャレンジは無謀だよ。っていうか、チャレンジってなんだ？ちょっと、おっしゃってる意味がよくわからない。わからないか。ああ、そうか。だったら、拳で分からしてやろうかな。いいパンチです、ね。すごいね。
当たんなかったかな。ちょっとさ、今日の取材やめにしないか。いやいや、藤田さん、今回の映画は必ずヒットさせて。いや、全然乗らないんだよ、私が。お願いします。電話だ。で、ああ、妻からだ。ああ、もしもし。ああ、今仕事中だわ。どうした？うん。娘が変わりたい。いや、いい、変わらなくていい。うん。だいい、変わらなくていいんだよ。いや、いいよ、変わらなくて。いや、変わらなくて大丈夫だ。いや、かわ、ゆいちゃん寝ちゃったの？ゆいちゃん寝ちゃったんですか？パパですよ。はいはい、仕事中ですよ。もうすぐ帰りますからね。そうです、映画のお仕事ですよ。はい、頑張ります。はい。お待たせしました。パパ、映画出ちゃったの？なんで出ちゃったんだ。やめろ。映画の話したかった。やめろ。たくさんお客さん入ったらいいね。やめろ。やめろ。元に戻せ。今回の映画の決算。そうだそうだ。ぜひお願いします。そうだそれだよ。それでもないよ。